甲高い声で人気を博したピンクの電話の清水よしこさん。ピンクの電話としては最近ほとんど見かけませんが、不仲説や解散説が上がっているようです。そのきっかけはちょっとしたボタンの掛け違いのようでした。二人に一体何があったのでしょうか。今回は清水さんの旦那さんや娘、現在についてまとめましたので紹介します。清水よしこさんのプロフィール。本名、浅田よしこ。生年月日、1958年6月29日。出身地、大阪府。身長、163センチ。血液型、A 型。学歴、大阪親愛女学院。所属事務所、石井密造オフィス。経歴、清水よしこさんは1984年女優を目指し、劇団七曜日の旗揚げ公演、鬼ヶ島のオーディションを受けると見事合格し、劇団員として活動し始めました。入団から1年ほど経った頃、主催者で会長の石井密造さんに漫才を勧められます。そして同期だった竹内美也子さんと田中直子さんの3人で大阪シスターズを結成し、お笑いに転身しました。その後、ほどなくして田中さんが脱退し、ピンクの電話を竹内さんと2人で再結成。2人組になったピンクの電話は、横山やすしさんや西川きよしさんが司会を務めたザ・テレビ演芸で9週連続で勝ち抜き、一気にブレイクを果たします。また、コント番組、笑いの殿堂やモノマネ王座決定戦などに出演し、一躍人気者になりました。しかし、1992年に清水さんが結婚した頃から、コンビとしての活動はほとんどせず、タレントとしてピンで活動しています。結婚相手がすごい。清水さんは1992年、社長を務めている一般男性と結婚しました。夫の会社は大阪に本社を置いている小中高校生の教材システムを手掛ける会社で、当時年商10億円を誇っていました。そのため清水さんは芸能界屈指の玉のこし婚と言われ話題となりました。馴れ初めは不明ですが、夫が清水さんに一目惚れして結婚に至ったのだそうです。夫は大阪を拠点に仕事をしているため、東京で仕事を続ける清水さんとは、土日だけ東京で過ごす週末婚を続けているそうです。ピンクの電話不仲説で、1980年代後半から90年代にかけて、コントやモノマネが大人気だったピンクの電話ですが、不仲説や解散説が囁かれていました。ピンクの電話は1992年に清水さんが一般男性と結婚し、1995年頃に竹内美也子さんが同じ劇団出身の俳優菅原大吉さんと結婚すると、徐々にお茶の間から姿を消していきました。以降同じ事務所に所属しているものの、コンビでコントを披露している姿を見ることはほとんどなく、相方の竹内さんは女優として活動し始め、最近では相棒や全裸監督2に出演しています。また、声優としてジャイアンの母親の役を演じたり、舞台女優としても長年活躍しています。こうしてピンの活動をしている2人は、2016年、揃って有吉反省会に出演し、ピンクの電話の不仲説の真相を語りました。ウィルコムや黒酢生姜の CM などでは共演していましたが、清水さんと竹内さんが揃ってテレビ出演したのは7年ぶりのことでした。二人は番組で、仲がいいように見えるけど、実は最近全然会っていないことを反省。会わなくなった理由は、清水さんが産休に入ったことで、コンビよりピンでの仕事が次第に増え始め、徐々に会う機会がなくなってしまったことでした。清水さんは20年以上お互いピンで仕事をしているから、
そっちの方が長くなっちゃってると説明し、その結果、二人の雰囲気が微妙になってしまったと言います。清水さんは竹内さんのピンでの仕事を友達の Facebook 経由で知るといい、お互いに友達申請はしていないそうです。そして、お笑いをまたやろうと竹内さんに持ちかけるも、ん?という微妙な反応を返され、真剣にネタをやるのが、美代子ちゃんの中でもうないんだな、と感じてしまったことを暴露しました。さらに、竹内さんが引っ越しをしたことも知らなかったと告白しています。竹内さんはというと、芝居とお笑いの仕事が同時に入ったらどっちを取るかという質問に、芝居だと即答しました。また、今後の目標は、自立したコメディエンヌになることだと断言するなど、コンビとしての未来を考えていないことを明かしています。このように仕事だけでなくプライベートでも二人は付き合いが一切ないことが判明したのです。結婚出産を機に二人の目指すところが微妙にずれてしまったことが疎遠になってしまった原因なのかもしれませんね。不仲説を否定しなかった二人ですが、2017年コンビ結成30周年を迎え、渋谷のライブハウスでコントをしています。子供が。清水さんは娘を一人出産しました。娘には幼い頃から様々な習い事をさせ、溺愛しているようです。日本舞踊、バレエ、バイオリン、ピアノ、ゴルフ、長唄など13個もの習い事をさせていて、かかった総額はなんと1億円以上に上っていることを明かしています。その数々の習い事の中で、娘はフィギュアスケートに一番興味を持ち頭角を現しました。2014年にはシンクロナイズドスケーティングという競技の日本代表に選ばれています。シンクロナイズドスケーティングというのは、通常1人や2人で行うフィギュアスケートを16人の集団で競うという競技です。清水さんはその競技で世界大会に出場する娘のためにイタリアまで応援に駆けつけたり、懸命にサポートしますが、娘は成城大学卒業と同時に競技を引退しました。実は清水さん自身もフィギュアスケート経験者です。日本スケート連盟検定1級という実力者で、フィギュアスケート歴は10年以上とのこと。そして清水さんは59歳にして、2017年にバンクーバーで開催されたフィギュアスケートの大会に初参戦を目指していました。しかし、ハードな特訓をしていたところ、足を骨折してしまい、入院して手術する事態になってしまったそうです。現在は、2017年、結成30周年を迎えたピンクの電話は、バラエティ番組お笑い演芸館で企画されたピンクの電話デビュー30周年記念スペシャルで新ネタを披露しました。テレビでコントを披露したのは、2007年に笑点に出演して以来10年ぶりだったといいます。夫の会社も順調なようで、娘さんも自立したことから悠々自適な生活を送っているようです。ハイトーンボイスが特徴の清水淑子さん。結婚を機にお互いの方向性が変わってしまったようですね。しばらくピンとして活動しているようですので、今後のピンクの電話の活動はほとんどないかもしれませんが、お互いやりたいことを続けていってほしいですね。あなたはどう思いましたでしょうか。時々は二人揃って、テレビに出演してほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。